秋山治は、日本の通産官僚。名の、治は、治の旧事態のため、秋山治とも表記される。内閣法制局総務主管、内閣法制局第四部部長、内閣法制局第二部部長、内閣法制局第一部部長、内閣法制次長、内閣法制局長官、財団法人新エネルギー財団会長などを、歴任した。 東京府出身の通産官僚である。通商産業省においては、通商政策局通商調査課、機械情報産業局計量課、貿易局為金融課、産業政策局調査課にて、それぞれ課長を務めた。後に、内閣法制局に出向し、総務主管を経て、第4部、第2部、第1部にてそれぞれ部長を務めるなど、要職を歴任した。 1999年には内閣法制次長に就任した。2002年には、角治の後任として内閣法制局長官に就任し、第1次、小泉内閣から第2次、小泉内閣にかけて同職を務めた。退職後は、新エネルギー財団の会長を務めた。父の秋山龍は、定審官僚であり、後に運輸省の事務次官を務めた。 退官後は、日本空港ビルデング、東京モノレール、ロイヤルパークホテルにてそれぞれ社長を務めるとともに、東京シティアターミナルでは会長を務めるなど、実業家としても活動した。ありがとうございます。